かぼちゃんでーす。というわけで今回動画なんですけど、またねこんな感じで荷物が届いたので開封動画していきたいと思います。こんな感じの、ね、説明書が入っておりましたので、この度はプニアニマックスの商品をお求めいただき誠にありがとうございました。お届け商品をお気に召していただけることをスタッフ一同心を願っております。ほう、ってことはあれが届いたってことですね。というわけで今回の商品はこちらになります。じゃーん、真田源一郎の香水。というわけでついにやってきました。こちら私のね最も採用してるその王子様真田源一郎くんの香りを再現した香水となっております。いや、もうパッケージがね可愛いんですよ。わかります？これ見てください。書道が趣味なんでね、ちゃんと筆のマークがねパッケージにインプットされてるのが可愛いですね。中身もシンプルなデザインで、ね、ちょっと部屋に飾っても可愛い感じになっております。では早速ね匂いの方ねどんな感じかね巻いていきましょう。では早速ねこちらのね香水ね使ってみましょう。やった、これでいつでも推しキャラの香りに包まれる空間になりますね。あ、あ、しまう。なんかね空気中だか匂いがよくわかんないですね。というわけで我が家の持ちます源次郎くんにつけていきたいと思います。お腹の匂い嗅がしてもらいます。どっかで嗅いだことある匂いやな。ほぼ無臭に近くってほんのりシナモンの香りがしますね。はい、というわけで今回はこちらのね真田源一郎の香水朝から開封してみた動画でした。真田はね別にねなんかこう臭いってわけでもなくてね、なんかシナモンっぽい雰囲気が漂ってスパイシーなんですけど、ほぼ無臭っていうことが分かりました。普段使いにいいかもしれないですね。てなわけでこの動画少しでも見て、あ、推しの香水があるんだ、いいな、私も買ってみたいなと思った方はぜひぜひ下記の URL のところにクリックやってページに飛んで自分の推しキャラの香水探してみてはいかがでしょうか。てなわけでこの動画を少しで見て面白いな、いいなと思った方はぜひぜひチャンネル登録、コメント、グッドボタンお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。